どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカン、コーテツスティールです。これはロックマン、ロックンロールその14でしたっけ？最終回かな？どうでしょう？一応、なんか一緒に攻略していくって感じですが、あと前回まではね、ついにやっとブルースで遊びましたね。彼は一応なんか脱出できたんだけど、やっぱり最後の戦いに手伝ってくれるって感じかな。よし、やっていきましょう。おー。で、ロックンロール。ん？でもロックは？あ、まあ一応ロックは解除されたんだけど、そっちのロックじゃないよね。ロックマンは？あ、じゃあまずはロールちゃんでいきましょう。あー、あ、これって、おー、いよ。そしてゆっくり、あ、だって、いい。それでもいい。出た！最も強い敵が出た！あ、しかも、こいつの色はちょっと違うよ。違うかな？気のせい？あ、もうボスなの？別にいいんだけど、嬉しいんだけど。ん？ Hello？ なんだ？どう？Hello？ あれ？もう終わった。あ、そっか。今のは、あれだ。あの、ダガマン？ダガマンの武器だったよね。そっか、ダガマン助けたから、彼と戦うことにならないんだ。それはいいね。あー、スナイパージョーカー。別にスナイパーじゃないんだけどね。それスナイパーなの。別にちゃんと狙ってないし。狙撃じゃないよ。これ、スルーは、可能？可能だな。よし、あ、うん、いい。それで、出た。どうしよう。凍らせる？あー、ちょっと待って。いろいろやばいね。エネルギーとかは、あ、いいよ。で、うわ、ビート？ありがとう、エイボー。あ、でもそれじゃなくて、ビートのエネルギーが。まあいいや。怖え。じゃあ、スルー。で、誰で、なんだこのダイソー風、この100円ショップ、スカルマン。スカルマン助けたからね。んー、じゃあ、問題、ぶっ飛ばすぞ。届かなかった。どういうことだ？スルー。いいよ。そっか、これ、おいよ、これからはロックマンだな。ロックマン、ロックを解除させてやる。で、左か右、いや、左正解だったか、いうん、いい。いやー、今日はね、俺は超眠い。超眠いから、うまくプレイできるかどうか、その自信はないんだけど。こいつ、強くなってる？あ、いや、俺、下手になってるだけ？なんで落ちてんの？眠いから？ちょっと待って、ちゃんとジャンプしなさい。で、よし。ありがとう、アイボー。ゲットする、する意味なかったよね。あ。あー、ファイアマン助けたから？いいぞ。面白い。戦わなくてもいい。まあ、この前にも戦ったけどね。よし。おー、こい。いや、問題ない。全然問題なかった。あー、これ厄介かもしれん。いや、考えが、考えがある。ありがとう。来ると思った。あー、ダブルジャンプはない。ダブルジャンプはないよ。よし。ほう、で、あ、ハニーウマンも助けたからいいよ。さて、行くぞー。で、ドクターワイリーテレポートシステム。うっそー。8台があるってことは、あれ、切り替え、あ、切り替えれますね、触るだけで。で、まずはこれにしようかな。あー、え？あ、これだったかな？
やっぱりモイスと戦わなければね。これが弱点だった。当たった。いいよ。でも神風にならないで。ああ、いや、おっ、お、それですごいダメージ食らっ。おい、これやばくね、これやばく、いや大丈夫だ、あの、あ、大丈夫じゃねえ、大丈夫で、だ、俺大丈夫なの。ちょっとバスタに切り替えたかった。ポーズしてから、あ、じゃあ分かった、ロックマンなら順調だな。よし、じゃあどれでしたっけ、これだな、これで大丈夫だ。うっ、おっと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 、それでダメージ食らうのかい。いいよ、よし、さて、あっと、おー、一気に倒しましたね。さてさて、あ、順番にやらなければ。そっか、じゃあ次は誰かな、これにする。あ、こいつ、あ、どれでしたっけ、これじゃないよな、これじゃなかったそれもじゃなかった。あ、これだったよね。あー、だっただった。じゃあこれうまくかわ、それうまくじゃないよ。おいよ、あったったった、これを、よし、こちょいで。あー、ミスか。うん、よし、あと少し、お願い。うっ、おっとっとっと、ギリギリだったな。いかんないいかん、全くないな。でも大丈夫だ、次は誰でしょう。誰だ、あー、これならミサイルでしたっけ。そうかも、じゃあ使っ、の、邪魔だくそ、魚、くそ、魚がね。お、いいよ、きたー、おー、こえー、じゃあ、えん、もういいよ、高くジャンプできるか、大丈夫っていうところだったけど、長い、でも大丈夫だ、倒しました。おー、 HP 回復嬉しい。次はこれかな、誰だ。あ、弱点は何でしたっけ、これじゃないよねだった、わかんない、最初に戦ったやつだった。お、おー、だったかも。もう一度使ってみる。うん、はいはい。さて、まずは、あ、だったかも。あ、だ、でもそれでも難しいおっと、させないよ。あっ、い、違う方向でした、ピッとありがとう。あ、でももうないんだ、そっか、じゃあ残りはスキルだけでも最初に倒した敵だからそんなに難しくないかな。いいよ、ほら、違う、切り替えるんじゃなくてよし、いいよ、あ、大丈夫だ、あと一発、違う、よし、倒しました。ほう、次はどれだ違う、それじゃなくてこれにする。ん、あー、ファイヤーかな、やっぱり。あ、だったけど、それでもちょっと、あー、余計にくい、それでもダブルジャンプさえ、ノー、ダブルジャンプさえあればね。やめろ、お願い。おー、怖いよし、次はこれかな。あ、これは
明らかにこれだな。いや、すぐ撃ってみよう。うっ、やった。どっから、おっとっと、怖い。次は上、あった、うっそー、なん、マジ。あー、じゃあタッチどれでしたっけ、これだった、あ、じゃなかった、あー、これでしたら、これかな、使ったことないし、あ、だった、いいよ、おー面白い、あー、来た、ミサイルがぶっ飛びますね。あー、それでもそんなにダメージ与えてないかな。ちょ、わかった、こうしよう、バスターでね、いいよ、いや、かわしやすいから大丈夫だ違うかな、眠いからかなよし、次はこれかな。え、こいつの弱点、ああ、これかな、どうでしょう、あっ、だ、でもどうやって、あ、それで弱点かなよくわからん、あー、ん、一応弱点のようだけど、あー、なんかだ、すごいダメージ食らった、いや、大丈夫だった残りはこれだけか。あー、じゃあもう一度抽選、どっから来るんだ、こっちからか、よし、いいよ、どっからか、そうだな、させるかも、させるかも、よし、来い、左だと、だと思ったの、え、え、回数増えたんじゃ、違う、帰るんじゃなくて、帰るんじゃなくて、もうやめろ増えてる、次はどっから、ほう、で、なんだ、あー、爆発するぞー、はい、な、なんでだ、おう、最終回じゃなかったのか、あー、次回はそうかもね、ということで今回この辺にしときます。見ていただいてありがとうございました。次回、ドクター・ワイリーかな？では、次へ。